どうもお疲れ様です、千正男でございます。なんだろうねこれね、大和くんがやったんかな、なんか寝てる間に。今 MRI をやってきたんですけども、なんかとんでもないことが起きました。何がとんでもないかっていうと、初めてですね MRI に入っていて、この患部に激痛が走ってですね、最初は錯覚なのかなと思ったんですけども、どんどん痛むんですよね。ただこうやって寝てるだけですよ。でどうなっちゃったんかわかんないんですけども、まあ肩の状態によって同じ体勢でどんどん負荷がかかってきて痛むみたいなことが起きたんですよね。MRI を一旦中止してもらって、肩をほぐしてもう一回やってもらったんですけども、それでもやっぱり痛んだんで2度目の中止をお願いして、今日は中途半端な形ですけどもね、半分だけできたみたいな感じで、これで診察をお願いすることになりそうです。いや MRI でね痛むなんてね。でもまあ検査で症状が悪化してもいけないんで、まあここは賢明な判断だったかなと思いますね。無理してもいけないんでね。であとね、 MRI って私の場合今回ね、筒の中に入って顔がすっぽり包まれる状態だったんですよ。そうするとこう MRI の壁がこの辺に来て、あ、これはもしかしたらこのなんかこう圧迫感は閉所恐怖症を感じる人が確かにいるかもしれないなと思いましたね。それから検査は20分から30分ぐらいだって言われてたんですけども、時間の経過が全然わからないんですよね。だから長いような短いような、どうだったんだろうみたいな。まあでもおそらくですけども、体内時計的にはね合計で10分少々しかできなかったんじゃないかなというところですかね。多分まあこの体内時計あんまり間違いないと思うんですけども、25分ぐらいするところをその半分の十数分で中断2回込みで終わってしまったのかなって気はしますね。あ、なんともちょっと不完全燃焼でございました。まあ出発しましょうか。いやでもね本当きついですね、こうなってくると。これで原因が分かればいいんですけども、ちなみにね処方箋がないんで追加のお薬はもらえませんでした。いやくれよ、ちょっと1週間分しかもらってないんで。でもまあ痛み止め効かなかったですね、ほとんどね。あとはもう湿布ですか、湿布を貼るしかないな。湿布はまああると思うんでね、まだねちょっと使わせてもらって、あと次回は月曜日に朝予約して来院するって形になりそうなんで、まあその機会を待とうかなってところですね。いやでも本当痛いのやだな、痛かった本当に。あ、コスモスだ。ちょっとドラッグストアによってね、なんか湿布か痛み止め的なものを入手しようかなと思います。お、混んでるじゃねえか、ここドラッグストアコスモスが混んでます。でおばあちゃんが歩いていて車が動かせません。こっちから行っちゃおう。ちょっと行ってきますね。ここのドラッグストアはね、まあどこもそうかもしれませんけど、軽い食品とかがあるんで、ついでに買ってこようかなというところです。あっと、おばあちゃん。はい、じゃあ行ってきます。